若手 TV 活動休止おめでとうございまーす。まあ、エンタメだから、エンタメだから怒らないで、許してね、怒らないで、エンタメだからっていうことで、まあこれは半分冗談なんですけど、まあ、若手 TV さんっていう、まあ、学歴系のインタビューをされてる YouTuber の方というか YouTube チャンネルが現在休止中ということで、まあちょっと YouTube をこうやってねチャンネルを見たりとか Google で検索したりとか Twitter を見れない方もおられると思うんで、きっとねみんな忙しいんで、自分が今回は YouTube 僕の動画だけを見れば、まあ、なんで休止したのかみたいなことが、まあ、ざっくりわかるような動画にしていこうと思いますので、まあ、今日はですね、ちょっと声小さくなっちゃったね。前回の、配信の時に、まあ、声がボソボソしてると言われましたんで、ちょっと声張っていきたいなと。マイクの設定も現在かなりね音割れないように低めにしてるんで、まあ、ある程度大きな声喋っても大丈夫です。声が小さいって方はね、一度でいいですから、マイク買って YouTube 撮ってみてほしいんですけど、簡単に音が割れます。バリ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 ってでなるから、どうしてもマイクに口を近づけて小さい声で喋るっていうスタイルに落ち着くわけですけど、まあやっぱり皆さん大きな声を出していただきたいと。もう若手 TV の高田風民さんなんかね、もう街中で大きな声で、あーはははははとかさ、F なんやないかみたいなこと言ってますから、まあ、自分もね、まあそこまででかい声は出せませんけど、まあある程度ね、大きな声を出して話した方が皆さんも聞き取りやすいと思いますので、今日はこういう感じで行かせていただこうかなと思ってます。で今表示してるのが、この若手 TV さんの、まあ、チャンネルのホームページなんですけど、まあ7ヶ月ぐらい前から、ショート動画をたくさん出すようになりまして、いや、もうちょっと後かな。3、4ヶ月ぐらい前からショート1本、ロング1本みたいな。で自分もこれを真似させていただいた時期があったりしたんですけど、まあ、最近はもう不定期でやってるんですが、そんな中ね、3日前で動画止まっちゃってるっていう。3日前、5日前、7日前、9日前みたいな感じで、まあ、2日ごとに更新されてたんですけど、まあ、ショート入れると1日ごと。ただそれが、まあ、3日前で止まっちゃってると。この慶應義塾大学のカーストの動画で。でまあ、なんでこんなことが起きてるのかっていう話なんですが、まあ、どうやら、いや、この活動を休止されるみたいなんですけど、この活動休止っていうのは、僕が勝手に、活動休止したって勝手に言ってるわけではなくて、実際に、武田塾のホームページみたいなところで発表があるんですね。まあ、それについてもね、ちょっと見せていきたいなと思うんですけど。はい、こちらになります。武田塾っていうのが、まあ、形式上若手 TV に出てる2人は、若手 TV って言ってますけど、まあ、実際は武田塾の講師の方なんですね。その武田塾講師の、風民さん、B山さん。この方が、まあ、所属している学習塾、武田塾の、これなんて読むんですかね、すみません、エフランの大泉学園校のブログで、若手 TV 休止、背景には武田塾、かっこねばた P みたいな、すごいなんか、あれです、ゴシップ記事みたいなタイトルの記事がありまして、でこれ釣りじゃなくて、本当に若手 TV が休止したってことを述べてる記事なんですね。で、なんで若手 TV が今休止してるのかっていうと、一応公式が発表した理由と、推測されている別の理由みたいなのがあるんですけど、一応公式ではこのねばた P さん、高田風民さんのインスタライブで若手 TV を休止するっていう発表をして、で理由として武田塾の宣伝効果低く採算が取れないっていう、そういうことなんですね。でなんかそうですね、で若手 TV に関してなんですけども、まあ、正直最初におめでとうって言いましたが、YouTuber 的にっていうか、まあ、金銭的な話をすると正直休止されると非常に困るわけです。なんでかっていうと、 YouTube で学歴ジャンルっていうのを一番拡大してくれたのがこの武田塾というか、まあ、若手 TV さんなんで、まあ、ここが停止してしまうとやっぱ全体的に流れも悪くなるので、まあ、正直あれですよ、同じぐらいの規模感の相手が停止したらライバルが消えたってなりますけど、もうライバルとかじゃないんですね。もう本当にもうこの学歴市場というか、 YouTube の学歴ジャンルを切り開いてくれた一人者なんで、まあ、ここに休止されると自分みたいなこう学歴動画で甘い汁吸ってる人間は困るわけです。ただ思想的にはどうかっていうと、思想的にはまあ非常にいいと思います。なんでかっていうと、若手 TV っていうのは、まあ、正直教育に悪影響でしかないんですよ。まあ、エンタメって言ってるけど、もう再生回数とか登録者見ていただければ分かると思うんですけど、まあ、特に再生回数ですね、まあ、エンタメの枠超えちゃってるんですよ。よくねみんなエンタメって言うんですけど、一度でもいいから若手 TV の切り抜きを5本上げるとか、学歴に関する動画5本上げてみてください。 YouTube に、まあ、再生されないって可能性もあるんですけど、まあ、若手 TV の切り抜きだったら5本上げれば多分1本ぐらいは再生されるんですね。そのコメント欄を見てください。まあ、本当にコメント欄がもう悲惨なことになってます。これさっきの配信で言ったんですけど、皆さん中身を聞いてください。いや、声がボソボソするのが嫌だっていうのは分かると思うんですけど、まあ、今こうやって話してるので聞いてください。本当にコメント欄やばいんですよ。まあ、どれぐらいやばいかっていうと、
コメントが全然表示されなくなってしまう。でそれは自分がこうやって火消しで消してるとか、なんか嫌だから消してるとかじゃなくて、もう Google の AI、 YouTube の AI が組み込まれた AI が危険なコメントというか攻撃的なコメントとか、そういうスパムっぽいコメントを自動的に AI が弾くみたいな機能がついてるんですね。でそれに引っかかっちゃうわけですよ。まあ、大体内容は、まあ、人種差別とか、まあ、あとそうですね、誹謗中傷と言われるような、もう本当にストレートな暴言だったりとか、まあ、あとまあ性的なコメント、嫌がらせのようなコメントだったりとかで、まあ、自分は切り抜きだから、その被写体にとして映ってないからまだいいっていうのはあるんですけど、まあ、自分に対しても結構弾が飛んできたりすることもあります。まあ、自分は大丈夫なんですけど、慣れてるから。ただそういうのもあって、まあ、以前ね、2022年でしたっけね、半年ぐらい前にも確か休止してるんですよ。でその時は演者の2人のメンタルが厳しいみたいな話なんですけど、でこのワカ TV 今回の休止についてなんですけど、正直採算取れないんだったらやんなくていいんじゃないっていうのは思想的な面では正直思ってしまいます。まあ、なんでかっていうと、なんか若手 TV ってYouTube ライブをたまにするときがあって、まあ、アーカイブ残さないんですね。一応告知はするけどアーカイブは残さないっていうタイプの YouTube ライブをされていて、で、まあ、以前これも数ヶ月ぐらい前に若手 TV を関してこれからどうしていくかみたいな YouTube ライブをするわけですよ。でなんか高田風民さんがなんかお笑い芸人気取りになってって言うと失礼だけど、そういう感じでなんかお笑いについて語ったりとか、でなんかビーヤマお前なんかちょっと面白くないんじゃないとか、なんかでも最近ビーヤマ頑張ってるんだみたいな話をしたりとか、でそれでなんか切り抜きがどうのとか、そういう話をしてたわけですよ。でなんかこのワカ TV を通してなんかみんなに元気を与えたいというか、あとなんか僕らの内面を見てほしいみたいなことを言ってるわけですよ。まあ、自分からしたら、まあ、散々で学歴のことをエフランやないかとか、なんか散々バカにして大量のモンスターワカ TV キッズを作ってるくせに、そういうこと言われてもちょっと困るなっていうか、まあそれでなんか採算が取れないとか言うんだったらもうやめていただいて結構かなっていう感じは正直思想的な面ではしてしまうんですけど、まあビジネス的な面では本当に休止されて困るので、もう採算取れなくてもどんどん動画作っていただきたいっていうのはあるんですけど、クズですねっていうのはあるんですけど、まあ、思想的な面ではもう全然だったらやめていただいて結構ですって感じですよ。わが TV の影響力って本当に半端じゃなくて、まあ、大体日本にいる濃い学歴中みたいな人数っていうのが、まあ、コイン学歴集じゃないですね、ワカ TV を登録するようなワカ TV に似たチャンネルだったりとか、同じような学歴系の動画のチャンネルとか の登録者数とか見ると、やっぱりマックスが30万っていうか、30万っていう数字に、まあ、ある程度区切りがあるふうに思えるんですよ。ワカ TV も数ヶ月前に30万超えてから、まあ、若干流れがちょっとなだらかになってるような気もしますし、まあ、最近ショートとか上げても伸ばしてますけど、っていうことを考えると、まあ、30万人ぐらいがライト層、その中で、まあ、どれだけの人間が濃いファンかっていうか、まあ、かなりガチな学歴中かっていう話で、まあ、そうなった時に、そうですね、まあ、大体、まあ、最低でも1万とか、まあ、3万人ぐらいの人はもう学歴中というか、もう学歴コンプ、学歴病みたいにかかっちゃってて、でそういう人たちのメンタルがもう恐ろしいことになってるっていうのが YouTube のコメント欄とか Twitter の方で、まあ、散見されるっていう話を、このね、武田塾じゃないわ、若手 TV が休止したって配信で話したんですけど、なんか皆さん聞いてくれてないようなんで、もう一度重要なことで、ね、もう一度話します。なんかあれですね、学校の先生みたいなんですけど、重要な話なんで本当に、例えばですけど、大東文化大学生の方とか、あとなんか旧帝大の方とかが、まあ、2人いたとしますね。でなんか大東文化大学生の方とかがツイッターで言ってるわけですよ。なんか俺なんかしかも浪人して大東文化大学だし、もう本当にダメだみたいな、俺はもう学歴で負けてるしみたいな、低学歴だからうんぬんかんぬんみたいな言ってるんですよ。でここで言う学歴っていうのは、まあ、ずっと学歴って何も説明しないで使っちゃってたんですけど、まあ、日本で言う学歴だから、つまりは大学歴のことですね。まあ、どういうことかっていうと、海外とか、まあ、あと日本じゃない国では学歴っていうのは、まあ、高卒、中卒、小卒、大卒、大学院卒みたいな、そういうどこまでその学びをしていたかみたいな、そういうところで測るんですけど、日本で言う学歴はその大学のレベル、ブランドみたいな、東大か、琉球大か、早慶か、大東文化かみたいな、そういうところで測るわけですよ。で、そういうところで測った状態だと、どうしてもその学歴ピラミッドみたいなヒエラルキーが完成してて、で大東文化の方が、まあ、早稲田、慶応よりも下みたいな、そういう感じになっちゃうわけですね。まあ、どういう意味でしたかっていうと、単純に入試難易度、偏差値の差でしかないんですけど、でそれ でじゃあ一方、旧帝っていう本当に伝統があって、研究機関を持ってるような優秀な、合格するのが難しい大学に進んだ人が何してるかっていうと、まあ、Twitter とか僕の YouTube のコメント欄、僕のコメント欄とかで学歴マウントを取ってるわけですよ。いやーもう本当低学歴はバカしかいないとか、努力してないからうんぬんかんぬんとか言ってるわけですよ。これが本当に地獄っていうか、本来はもう大東文化に通ってる人はそうとか、大東文化で旧
9点に通っている人は9点で、つまり自分がいるべき場所というか、自分がいる場所、いるべき場所って言い方はおかしいですけど、いる場所で平和に暮らしてたわけです。まあ平和かどうか分かんない、幸せかどうか分かんないですけど、普通に暮らしてたわけです。それをこうやってあの学歴 の, コンあのピラミッドがあるよっていう、この塾のこれあれですからね、あの採算取れないってこのワガ TV 言ってますけど、これつまりはあのネタって言いながらエンタメっていう体をしながら、あのそういう学歴ピラミッドみたいなのをみんな の, あの潜在意識みたいなところに洗脳して、であの武田塾っていう一般入試の宣伝をする塾を売り上げを上げようとしてこれやってますからね。だから遊びじゃないんですよ、遊びじゃないし、皆さんを幸せにしようと思ってもないビジネスですからね、本当に。だからそういうのねやってて、でそういう風にあの大東文化の人はなんか よくわからないコンプレックスになっちゃってると。別に大東亜帝国だって立派な大学じゃないですか、だからそこで勉強すればいいのに、なんかよくわからないけどツイッターでうじうじしちゃう。でもう片方の宮廷の方は、せっかく難易度は高い大学入ったし、みんなが羨む大学入ったんだから、そこの中で話したりとか普通にそこで過ごせばいいのに、 なぜかネットの方に出てきてずっとマウントを取ってしまうみたいな、そういう問題があると。で言うんですよ、これ言うと、いやいや努力できだから努力できなかったからとか、あの努力したからとか、そういうことじゃなくて、いやそもそも自分がいる場所 であの普通に過ごせばいい、まあなんだったら精一杯過ごせばいいのに、まあ、それをこういうねでかいピラミッドみたいなの、それもあれですよ、まあ、単純に啓蒙とかそういうのじゃなくて、あの一般入試の人増えた方がいいし、浪人する人が増えた方が、まあ、武田塾の利益になるんで、まあ、そういうことをしてると。でこれ僕前々から言ってて、まあ、ちょっと動画作ったんで、もしよかったら見ていただきたいんですけど、何ですかね、その自分が今日最初に我が TV 休止おめでとうってあのでかい声で言ったその理由は単純で、だからエンタメでしょっていう、みんなエンタメって言って我が TV 見てるんだったら、こうやって我が TV が休止した時におめでとうっていうの、これもエンタメじゃないですかっていうことであの言わせていただいたんですけど、っていう感じでね、ちょっと我が TV のことになると熱くなるっていうか、あれなんですね、こう配信の時に話したんですけど、自分あのこの前あの古田光一さんっていうあの思想集団カオスフォレストの代表の方の実家の方に近くに行かせていただいたんですけども、まあ、そちらでね、あの自分はちょっと直接ね、あの足が遅い人間なんで、もう行動遅い人間なんで、ちょっと遅れていくことになっちゃったんですけど、諸事情で。ただなんかその古田さんの話をすると、古田さんの甥っ子みたいな方が中学生ぐらいなんですけど、やっぱ若 TV 見てるみたいなんですよね。でそれで結構影響を受けてると。でこれで本当にいいんですかっていう話ですよ。いやそれあのなんかいい教育だとか言うかもしれないんですけど、とまあ熱を持ってしまったんですけど、まあ、こんなことで熱くなってる自分も、まあ、大学生になってこんなこと言ってる時点でもう終わりなんですが、まあ、最後にこの若手 TV の休止に関するコメントと、あとそれに関する考察みたいなのを少し紹介して終わりにしたいと思います。これですね、まあ、根端 P さんっていうのがこの若手 TV のプロデュースをされてる方で、正直この方のなんだろう、あの広告の打ち方というか、あの YouTube の運営の仕方みたいなのは本当に神がかってて、あの普通の塾の先生がこうやって普通に YouTube やっててもこんな伸びないんで、まあ、そういう意味でめちゃくちゃ天才な方だと思うんですけど、この方がよくインスタライブをされるんですが、若手 TV 休止と発言したと。でもってやっぱこういう他の俺も見てたけどマジだよとか、武田塾の先生宣伝全然ならなくて再生取れないって、これはあれですね、さっきの武田塾のブログに書かれた、まあ、内容と一致してるというか、まあ、これは後でリンク貼っとくんですけど、まあ、こういう風な内容があったと。で最後にですね、やっぱ考察なんですけど、採算取れないっていうのは、まあ、本当じゃない、あの嘘なんじゃないかっていうか、あのそうですね、武田塾って結構、まあ、やらかしてる、普通に炎上するとかだけじゃなくて、あの塾長、元塾長が、林塾長が、まあ、家計ポーカーに参加してしまったとか、あとまあそのどうやら粘畑 P と思われる人が、まあ、あの某 YouTuber の方と付き合っててみたいな、そういうスキャンダル的なのをガーシーさんに暴露されてるとか、まあ、そういうのいろいろありまして、まあ言ってしまえばちょっときな臭い部分もあると。まあ、それで、まあ、本当は採算取れないんじゃなくて、実は裏の事情があるんじゃないか、まあ、例えば採算が取れないとかではなくて、採算取れてるけど、まあ、ちょっと隠したいことがあるとか、まあ、やっぱりそのプロデューサー側だったり制作側になんかちょっとお金のトラブルがあるとかわかんないですけど、そういうのを考察してる方もいました。自分としてはいや実際に再生取れないっていうのはある程度あるんじゃないかって思ってて、あんだけ再生数回ってるんだから再生取れないわけないでしょって話されてる方もいますけど、一回ね、バカ TV を内容はいいんで、とりあえず一回見てほしいんですけど、そうするとものすごいね、編集こだわってるのが分かるんですよ。効果音とかもカーンみたいな効果音とか、あとテロップとかも、テロップもあれ、ね、もしかしたらですけど、テンプレートがあるにせよを一個一個ちゃんと作ってる可能性高いんですよね。よくあのタイトルのなんとかしてるやつ、低学歴説みたいなテロップあるじゃないですか。ああいうのも一からこう作ってる可能性全然あるんですよ。枠はこうやってやるみたいな、まあ、色とかはテンプレートにしてるんですよ。そういうのでめちゃくちゃコストかかってるんで、
まあ、やっぱり採算取れないっていうのが本当の可能性は結構あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、ただね、活動を休止するのは、まあ、すぐ活動休止が再開されるんじゃないかっていう考察を東大理さんの YouTuber のベテランチさんがされていまして、まあ、それだと、まあ、実際あの演者の2人は今元気みたいな感じなんで、まあ、インターネットにと SNS とかに投稿されてるし、だから休止したといっても再開されるのは、まあ、すぐ再開されるんじゃないかっていう考察もされてました。自分としてはやっぱりこれからも若手 TV を批判していきたいので、まあ、若手 TV さんが活動し続けていただける方が、まあ、ありがたいかなっていう感じですね。っていう感じで、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、コメント、あの他の関連動画の再生等をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。モザイクでした。